チャンネル、ついに夜です。ナイトモードでどのように撮ってるかを皆さんに見ていただこうと思います。暗くなってからどのように撮るか、今から僕も頭の中をいろいろとね、ああやろうこうやろうとかと考えながらやってきますので、ちょっと皆さん実践編楽しみにしてください。モデル佐藤さくらさんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。夜は眩しくないですけど寒いですね。そうですね。これから頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい。丸ですね。天候源をどこまで丸く出して、ここ今1,2,3,4 5サロですね。5サロで撮ってます。なので車が結構通ります。その車が通る時のライトとか信号とか、あとお店の光とかをどのように使うかっていうところで天候源を出して、クリスマスっぽい撮影しようかなと思います。でちょうどサクちゃんが今グリーンなんで、まあ、クリスマスっぽいじゃないですか。メイン光源はもう自動販売機のここの光です。この柔らかい光をサイドコーンに使った上でいこうかな。さくちゃんがこのライトの横に立ってるのでサイドコーなんですが、ちょっとフラットな感じで行ってみましょうかね。一回もう一歩この後ろの蛍光灯が意外と面の光になっているので、点の光ではないですから、柔らかくポートレートの一つ、そしてキャッチラインの中にまたカメラマンが映り込む。夜のポートレートはできれば本当に大口径の 1.8、1.4、1.2 の単焦点レンズ、そして感度も ISO800 から1600ぐらいまで上げて、シャッタースピード125分の1から60分の1、まあ手ブレ補正を期待して30分の1でブラシでも止まってればいいのがあるのかなぐらいのところで行くんであれば、夜はすごくいいのが撮れると思います。夜の撮影のいいのは
昼間やっぱ目の大きい子たちって眩しいんですよ。絶対頑張ってる顔をするし眩しい目してるんですね。ところがこれぐらいのトワイライトの時間から夜になると眩しくないので、きちっと瞳孔が開いてる写真を撮るんですね。だから表情が変わってくる、そこを狙うっていうのもありだと思います。一番の問題はこれからが寒くなるということですね。なのであったかいお洋服で出てくださいね。光ですね。こちら多分蛍光灯なんだけど、意外と色温度がなので柔らかい光なんですけど光量が弱いので、今 ISO 3200になりました。若干赤みが残ってますね、さっきよりも。Sa
イルでモノクロームとかブラックホワイトしてあとに、コントラストをマイナス3にしてちょっと柔らかいにしてます。いいですね、モノクロもね。色かぶりに困った時はもう一層のことモノクロームで最初に表現してみるっていうのもあるかなと思います。僕は白黒が好きです。白黒で撮っちゃってますけど、こんな感じです。次カラーでいきます。ここはでも穴場ですね。すごく。
な動画だったぜ。スチールのつもりで10秒止めて、はい、よし、今日、はい、じゃあ、そのまま動かずに15秒、はい、そのまま待って。OK したら、パーッとやって、でそのまま止まってて、で15秒間。
い。ゴズミチャンネルナイト編ポートレート、どうでした？照明で全然違うんだなっていうのはとても私は勉強になりました、ね、街中にはいろんないい照明がいっぱいあるということが分かったと思うし、あと夜を撮ると眩しくないんだよね。そうですね、うん、ちゃんと女の子がいい表情してくれると。ただ一番の問題はこれから寒さです。なのであったかい格好して現場にちょっとね、僕の動画を見てテクニックを学んでから臨んでみてください。皆さん、また次の動画で会いましょう。